はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今回はランマンの、69話について話していきたいと思います。はい、69話、万太郎、植物採集の旅に出るという感じですね。これ1ヶ月ぐらい家を開けるって感じなんですか。そして滝ね、おばあちゃんの墓参りも兼ねて行ってくるみたいな感じでしたね。はいはい、はい、寿恵子さんね、寂しい限りですがね、こう赤ちゃんに話しかける、お腹の中の赤ちゃんに話しかける、なんか楽しみましょうねみたいな、二人だけの楽しい時が始まりますねみたいなね、こうポジティブというかね、とてもいい感じところが出てたんじゃなかろうかという感じですね。そして、昨日寂しそうだった畑野さんにね、新しいパートナーがね、生まれたということが良かったんじゃなかろうかとね。なんていうんだ、画家が描く絵じゃないみたいなね、万太郎さんの絵は、ね、そのあの画家の人、あの役者さんね、うまいですよね。ただ要潤さん、教授にはね、お前はこれぐらい描け、これからの植物学はこの万太郎の絵がこう基準となるね、これぐらいのことを描けないんだったらお前はもう雇わないぞみたいなね、厳しいあれでしたね。いやー、なかなか、まあでもそれはそうですよ。別に悪いこと言ってるわけじゃないですね。その通りという感じはしますよね。はい、そんな感じでね。あとあれでしたね、郵便みたいなのは結構もう発達してるんですね。でこのね、万太郎からあれ送られてきてるわけですよね、寿恵子さんにね。でね、その中にね、手紙が入ってましたね。そこで今日は終わるというね。でも気づかない場合もありそうなところに入ってましたからね。危ないですね、あれ。何日間も気づかない可能性があったなという、そこが気になるところというかね。今回のあっとか、なんか落としたんでしたっけ、なんかそんな感じの時に出てきたんですよね。はい、いい内容がたくさんあるといいですね。はい、だからこれから季節ごとに万太郎が旅に出る、そういう生活をね、しなくちゃいけない寿恵子。大変だけど、まあ慣れればそれもまた楽しくなるのかな。最初は寂しいだろうけどね。はい、そんな感じで、明日金曜日ですから、どんな風になるんでしょうね。まあ田辺教授がちょっと気になるところでありますね。はい、そんな感じで明日も楽しみにしたいと思います。はい、私 D のんちザワイズはライブをね、見てきました。石村淳さんの、8月4日にベース弾いてもらう、まあ私のソロではもう今ずっと4回か5回目でずっと弾いていただいている石村淳さん、いやーすごい良かった。で、まあ、リズム隊本当にですよ、ドラムの畑野哲也さんっていうのはナオト・インティ・ライ・ミニ、とか東方神起とか、まあ、有名な皆さんが知ってるところで言えばその辺のねドラムを叩いてる方なんですけど、物腰柔らかく、ルックスは結構コアモテな感じですけど、ね、体も大きいんですけど、すごく繊細な、とてもいい、もう石村淳さんとね、の2人のね、このね、リズム体がね、いやー、気持ちよかった。それにプラスして、こう、サックスが入って、鍵盤が入ってみたいな感じだったんですけどね。いやー、素晴らしい。皆さん、
やっぱ一流だけ、皆さんね、もう本当一流でいろんなとこでやってる人なんですけど、ね、鍵盤の方なんかは、大黒摩季とか、まあ、この前、ケンケンと一緒に、ファブ4っていうやつを、コットンクラブかな、時にも弾いてましたけど、柴田さん。いや、本当にね、素晴らしい。さすが、いろんな人に引っ張りだこな、もう、鍵盤。鍵盤ってね、いないですよ、なんか。私が見るにね、鍵盤はね、本当にね、いない、いい人が。別に普通に弾けたりね、する人はもう山ほどいるけど、いわゆるこう、ファンクとかがね、が弾けるみたいなね。で、島津さんは、石村淳さんが、だからニューポンタボックスって言って、ポンタさんのね、ドラムの、二十歳からやってたっていうんですから、もうそりゃすごいですよね。で、いろいろなんか用意してきてるなって感じがあってね、いいですね。なんか、ただ、こう、体一つでキックるっていう感じではないとこが僕は好きですね。そういう人あんま好きじゃないですよね。全部の、セクションにおいて。昔はそういうのにね、憧れたこともあったんですけど、そんなことが許されるのは世界で10人ぐらいかなって私は思ってて。まあやっぱりちゃんと武器を持って、戦場に立つじゃないけど。そういう人が私は好きですね。そんなやっぱね、何も持ってこないでやれるほどね、甘くないよって私は思ってます。まあそんな感じでね、もう極上すぎて、もうお酒は進むわ、食べるの進むわっていう感じ。もう最近はね、本当にね、食べ物をゆっくり食べながら見れるようなライブが好きですね。でも、昨日なんかすごい面白くて、なんだろう、この、会場を練り歩くみたいな、なんか面白い。で、みんな、お客さんも一緒にみたいな、なんだっけ、東京音頭っていうんですかね。私あんま詳しくないんですけど、掘って、掘って、また掘って、みたいなのを、こう、会場全員でやるって。もうね、なかなかすごい面白い。で、とてもハッピーなね、感じでね。いいライブだったな。なんで世界中の人が、このライブ、見ないんだよ、もったいないなって思うほどね、いいライブでしたね。昨日はね、もう知り合いのライブが重なりすぎちゃって、でもどうしてもちょっと昨日は石村淳さんのベースがね、聴きたくてね、行きましたけども、まあ石村淳さんはね、ベースマガジンの動画もやってる人でね、ベースマガジンのですよ、動画ですよ。そしたらもう日本のトップってことですよね。多分ね。多分っていうか、ほら、知られてない人はいるかもしれないから、それはそうとね、知られてる中でのトップですよね。そう、すごいよ。そりゃもうすごかった。で、結構ね、これ、石村淳さんがこう、ちょっとバンドをこう、締めてるところもあるなみたいな、なんかちゃんと見てんなみたいなところがあって、それも良かったし、顔もいいですね。音楽ってやっぱ顔っていうのも結構大事だなってね、思いますね。いやー、すごい。でね、なんかそのなんだろう、そのなんか若い多分サックスの人たちのお弟子さんか、なんかプロデュースしてる人なのかな、女の子とかが、なんだろう、ちょっとお前やっちゃいなよじゃないけど、パッてサックスを渡されてパッと弾いてしまうっていうね、すごいかっこいい状況でしたね。いや、人たち、もうちょい、そうだ、話せばよかったな。女の子たちかっこよかったな。キャンディー・ダルファーみたいでしたね。違ったっけ、わかんない、忘れちゃった。いやー、なんかね、いやー、よかった。まあそんな感じで皆さんね、極上の音楽を、音楽やってる人はね、極上の音楽を聴かなきゃダメですよ。見ないと、ダメな人って見てないですよね、いろんなものを。ただ見たからといってよくなる、勝ってたらそれはもうセンスですけどね。私はね、見れば見るほどパワーアップしていきますね。普通はそうですよね。
だからもうやりきっちゃった人はもうまた違うかもしれないけどね、まあ音楽でやりきったって人はゼロ人でしょうから、誰かが何かを見たら何かを感じれるっていうね、人間もそうですよね。別に音楽に限らず素晴らしい人いたら吸収できますからね、はい、そんな感じでとてもいい日を過ごしました。そして私は今夜も、ライブへ出かけます。はい、それではまた。バイ。